引いて拭いてみてくださいというアドバイスいただいたんで今やってるんですけどね、顎を、まあその前にこれどうだったかな、ベイベー言ってたのかな言ってないのかな、まあそこが一番大事なところなんですけどね、でこの顎を引くと、こう顎を引くとね、この新リップしようと思ってもリードを噛めないんですよね。噛めないっていう表現は良くないですね。この下唇をリードに押し当てて巻き込むことができない。どうしてもこの巻き込もうとするとこうやってこんな感じでしないとできないんですよ。こうやって巻き込もうとするとね、だからこうやって顎が上がる。僕はその顎が上がってるのが息の出し方がおかしい原因だという、まあ、ご指摘なんでね、確かにこの顎を引いて吹くと、なんか息は、いい感じで出てくるんですよ、それは確かにそうだなと思ったけど、新リップが絶対できない。絶対ってことはないけど、いやすっげえやりにくい。新リップしようとするとね、僕はやっぱこんな感じにこう下唇を巻き込むんでしょ、新リップは。まあシングルリップとも言いますけど、そうするとこう押し当てるからこうやってグーッとこんな感じになるんですよ。そこがどうしたのかね、わかんないんですよね、だからファットリップになってしまう。どうしてもこうやってこうやって本当にこう特にこうやって顎を引くとね、この唇がね、下唇がどうしてもね浮いてしまうんですよ。巻き込むことができない、うまく、あとね一つ、まあこれはね、まあ悟さんにこうレッスン受けてた時に、公開レッスンね受けてた時に、まあ解決すべき問題だったんだけど、今更ながらにね疑問に思ってるんですよ。こうやって、まあ、正面こう向いてるじゃないですか。でこう手を離してフリーにすると、こうベルがね微妙にこっち向いてるんですよ。これなんでこっちに向くのかなと、なんでそういう設計にしているのかなと。このアンティグアのテナーがそういう風な作りなのか、まあ一般的にそういう作りになってるのか。サックスはこうやってちゃんと正面向いてほしいんだけどね、そうすると結構ねこう手で特にこのね、こう右手でこっち側に向けてるんですよ。で疲れるんですよね。だからこれをパッと離すとこっち側に向くんですよ。なんでそうなってんのかなっていう疑問。だからこっちにこう修正しながら吹くから疲れるし、だんだんこう疲れてくるとこっち向いてくるから、このねオクターブキーが最初こう持ってなってるのがこうやって逃げていくんですよ、オクターブキーから。でオクターブキー押せなくなってしまうっていうね悩みがある。その辺ねもし、答えを持ってる方いらっしゃったらね、ぜひ教えてください。